たけしの部屋久々ですね。久々この感じが。ああそう、はい、確かにね、うん、はい、自己紹介します。T スタイル26テニスクラブのたけしコーチです。中原コーチです。白津です。はい、今回は、オリンピックテニスの、うん、錦織選手と、ルブレフ選手の、試合を解説していく動画になります。そういう感じになっちゃうんですね。もうでも勝ってますよ、直美ちゃんも。そうですね、大坂直美選手も、まあ、解説雑談。そうですね、解説雑談でも電話かかっていく大丈夫、勝っちゃう。やりたかったのでもたけし。そうそうそう、やりたかったのたけし。いやいや、一人の選手するのはちょっとかわいそう。そうですか。うん、かわいそう。そうっすね、並びで言ったらみんなで、みんなでやろう。みんなで。そうそう、本当ですか。たけし公平、公平の公平ポジション。まあ、錦織選手、ね、1回戦ルブレットやって本当に、ね、勝ってよかったです。すごいすごい、ストレートでしかも、ね、ダブルスも勝ってる。ダブルスも、ね、そう、今日も勝ったね。マクラフラン、昨日だよね。昨日、そうですね、うん、錦織対ルブレットね。そう、うん、土井美咲選手も勝ってる。勝ってる。お、これ今日、今日か、今日と、いや、どうだった？一回戦勝ったね。そう、一回戦勝った。他の選手ちょっと分かりにくいよね、オリンピックね。そうですね、なんかいつ誰がやってるのか。あ、ベンチッチも行っちゃったんだ。あ、ベンチッチか、それは厳しいよね。うん、見たかったね。見れるんじゃないですか、だから。 NHK、 夜。いやいや、ネットで。あ、ネットで見れるの。僕はもう錦織くんのネットで見ました。ネットで見る。 NHK で検索します。へー、 TVer。 NHK、 あ、TVer でも。NHK オリンピックで検索する。はい、どうぞ。調べて。どうで動画を見れたの。よし、これ錦織選手。フルで見れるってこと。フルで見れるってこと。でもこれでもまあフルで見たらだって長くなっちゃうからね。そうなんや、ネットで。すげえ、そんな。これウーグルスタイル。ちゃんと教えてよね。全然。でもこのこのあれか、全部トータルでやってる7時間。ああ、そういうこと。ウーグルスタイルだったね。すごい。ウーグルスタイル。撮ってる。ここになると。なんで。カレーに落としたもんね。そうなんや。なんか錦織選手、うん、すごい調子良かったです。めちゃくちゃ良かった、ね、めちゃくちゃ良かった、かっこよかった。久々に見ましたね。そう、久々にファーストサーブでポイント取れるとか、フォアハンドでポイント取れる。そうですね、なんかフットワークもめっちゃいい、うん、ね。なんか今回、僕も途中までテレビ放送、民放、うん、途中まで見れたんですけど、うん、まあ、すごいフォアハンド、すっげえいいところで変わったもん。そうそうそう。ええみたいな。ルブレフのバックにすごい狙ってるなーっていう印象あったんですけど、うんうん、そうね、うん、結構でも映してたんですよ、バックってフォアに、うんうんうん、散らしてた、散らしました、うん、順応されないように、うん、だからこうやっぱフォアがバック狙ってるとフォアが得意な人は回り込む回り込むっつう。ちょっとフォア入れると逆疲れたりとか、ね、うん、ちょっと見ながら言ってみましょうか。見てみましょうか。このウェアもね、うん、2パターンですね。
ね。あ、そう。この真っ赤なバージョンがちょっと、ちょっとウルトラマンチックかっこいい、ね。うん。2セット目着替え取るやないかい。赤、赤。ツアーもこのまま行ってほしいよ。ジャパン、ジャパン、ジャパン。かっこいい。ジャパンいいっすね。うん。なんかこう国、これだってポイントつかないから、うん、もうあれじゃないですか、名誉というか、うん、ね、うん。国のためにじゃないけど、うん、そういう気持ちの、うん、母国のために。そうそうそう。そこでフォアハンドがいいよね。リターンもほとんど変えとったもんね。そこで調子いい、ね、やっぱ真ん中にしっかりゲームみたいな、ゲームみたいなゲームみたいなバグってますけど、結構真ん中に打ってる印象があるんですけど、うん、完全に返してます。あ、リターン、はい、でも序盤にエース、うん、3エースとか、うん、あれ見たらこれ勝っちゃうのかな、ルブレフサーブ悪くないですよ、いいのかな、まあだからファーストサーブをやっぱこう両サイドに散らすけど、真ん中寄りでやっぱりこう主導権を取ってたところがやっぱ良かったんじゃない、ミスも少ないし、ミス少ない、うん、ルブレフはちょっとなんかミスさせられたって思うんですよ、うん、でもね、お互いだから10本ぐらいだったと思う、うん、あのアンコーストエラーでもお互いに悪くない、うん、ルブレフも悪くなかったし、うん、ポイントを取ってたもんね、うん、いや、すごい本当真っ赤がいいね、うん、ルブレフってやっぱフォア、うん、めっちゃ早いですよ、うん、てかフォアハンドはもう明らかに警戒してたよね、たけしコーチがさっき言ったようなバックを、うん、やっぱりバックに最初集めて、うん、バック順応させて、うん、意識させて、うん、でそこでああいうの決まるんですよ、フォアに行ったら ね、バックでバック意識させといてフォア側に走らせる、うん、で体勢に差し、うん、だからこうファーストサーブがいいのよ、やっぱサーブでこんなにポイント取れるって久々じゃない、ファーストサーブは 65% 入って 70% なんで、こう合格ですね、うんうん、そうね、だからレブレフの方がファーストサーブ60、まあだからファーストサーブは一番いいのは 60% 前後だよ、うん、61% とかね、62% が一番いいって言われて、でそれが入ってで 70% 取れれば 70%、72% 取れてる錦織圭、 70% 取れたら OK ですね、そういえばだからファーストサーブ 60% いいんだよ、うん、ルブレフ、うん、でも 62% しか取れてないっていうのはやっぱりリターンが良かったよね、うん、38% 取ってますからね、うん、20% とかで結構25とかで十分いいのか、そうね、十分だよね、だからこれかなりすごいです、すごい、で、アンフォースエラーが10-10やろ、ね、だからルブレフ悪くないよ、ブレイクポイントも 5-5 なんで、うん、錦織選手の方が大事なポイントを抑えれたっていう、そうね、うん、トータルウィナーも20-19で、うん、ルブレフからウィナーがこうあんまりウィナーを取れてないっていうのはあれですね、うんうん、あんまり打たされて打たしてないっていう、そう、打ててないんだよね、ルブレフ、いいポジションでってことだよね、うんうん、完璧よね、すごいっす、うん、だから相手も良くてその上で上回ってるから、うん、いい試合だよね、うん、これが1回戦っていうのはね、そうですね、ちょっともったいないよね、ちょっと上げてるのかな、うん、いやルブレフからしてももう迷惑ノーシード、西岡選手が強いマジでマジで、ね、迷惑ノーシード、西岡選手が YouTube で言ってましたけど、うん、俺は選手からしたら、うん、あ、錦織選手、うん、そうね、でこのね、スキルがあって実力があって、うん、ノーシードなんで、
いや本当そうです。トップ10ぐらいにいろよみたいな、うんうん、すごかったでしょ。すごかった、うん、あれをね継続してもいけたら、うんうん、ね、メダルいけるかもしれない。すぐいけちゃうんじゃないか。でも出てました。準決勝で、あ、違うか、ベスト8でジョコビッチですかね、うん、かな、ジョコビッチに勝ったらベスト4、結構厳しいというところね。ちょっとそこまでみたいね、うん、そうですね、ジョコビッチと当たってほしいですよね、うん、次はギロン。ギロン、どこの選手？アメリカ。で、その次は、まあ、そっちか、その副主金か、うん、イバシか、いやー、いってほしいですね、うん、いけるドローだよね。そうですね、十分ね。大阪直美選手もね、うん、今日2回戦勝って、うん、ゴルビッチか、ゴルビッチでやって勝ったんですね、うん、超いいね、大阪直美選手マジ1回戦の最初から良かったよな、本当に完璧、なんか体を作ってきたなって感じする。いや、なんか1日、大阪直美選手の1日のルーティンを流れてきた、うん、テニスを午前中にして、うん、トレーニングして、うん、で、ご飯食べて、そういうのを、直美ちゃんが上げたの、ちょっと取材じゃないですか、まあ、どっかな。めっちゃで、夜とか夕方とかなったら、なんか仕事、ちょっとメディア関係の仕事とか、インタビューできたりとか、そのなんかトレーニング動画もちょっと撮ってますね、体幹のトレーニングとか、あとケアとか、マッサージとか、いろいろ見て、トップロードちゃんともう、ね、体をケアして、で、また練習して。ジョルジュも買っとるよ、うん、2回買っとるよ、すごいよ、別にブレイディに買っとるよ、ブレイディに買ったらすごいっすね、すごいね、全部、うん、オープンの準優勝っすね、うん、うん、すごいハードコートに合うんですよ。でもなんか遅いらしいし、うんうん、あ、今回、うん、そうね、跳ねる有明行きたいなぁ、行きたいなぁ、ね、雰囲気味わいたいっす、うん、行く行け、行ける12時間ぐらいで行ける、そうそう、車でレッスン終わって行けます今回本当、ね、調子がいいですね、うん、サーブもいいし、リターンもいいし、すごい、すごい、ここで調子いいってすごい、うん、盛り上がるわ、ほんとだよ。いや、ルブレフで1回戦かと思うけどね、いや、もう、あーって、もう正直ね、正直ね、ルブレフ調子いいから、あー、ルブレフで、今までのね、西君のこう、ちょっと、あーっつペースだと、ダメかな思ったらと思っとったけどね、見て、いやもう2ゲーム目くらいで、俺いけちゃう、いけちゃうこれいけちゃう、ね、いけちゃうよねみたいな、まあ最初からあんなにいい錦織、これいけちゃう、なかなか珍しい、確かにそうってなった、いけちゃう、でもほらまさか1セットはね、うん、このまま1セットはいくかもしれないけど、うん、2セット目どうかなとか思ったら、ね、で2セット目見てて俺落ちる様子がない、うん、落ちない落ちない、うん、で最後もな、うん、ラブキープやった、そうそうそう、もう最後最後、ね、まあ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 、ね、あこれどうなんかこう取れそうで取れない、ブレイクできそうでできなくて、うん、これどうなんだろうみたいな、パパパパみたいなルブレイもちょっと折れてたけど、うん、最後そうね、うん、ちょっと折れてました、ね、感じになってたんで、うんうん、ルブレフはね、ダブルスも1回戦で負けちゃったから、もうあ、そうなんないですよ、うん、ダブルス誰と
カラスじゃなくて、いやじゃなくて、で一回ですね逆転負けしたんですよ。確かに。まあまあこれ若いから、4年後あるから、うん、か。そうね。錦織圭はね今日もダブルス。すごい。マレーのお兄ちゃん勝っちゃった。ジェイミーがすごい。すごいよね。ジェイミー負ける。正直あるんじゃジェイミー。ジェイミーか。いや立ちましたよね。いやいや。ジェイミーか。あの。かつての錦織が戻ってきてジェイミーか、うん、ジェイミーはちょっと燃えてる、燃えてる、燃えてるのかね。でもここでこうピーク上がってくるっていうのはやっぱり、うん、すごいな、すごいっすね、うん、持ってるな、うん、持ってるね。まあでも4年前のね、うん、リオでもそうだったからね、うん、ナダルに勝っちゃう、ナダルに勝っちゃう、あの時は調子良かったですよ錦織自体が、うん、結構、うん、その前からね、そう、その前から、うん、結構良かった、うん、ナダルが良くなって、まあ、勝っちゃうかもね、うん、みたいな、うん、で勝っちゃう、勝っちゃうかな、ずっとまあね、トップ10に上がってったんだけどね、勝っちゃうかなっていうのあって勝った、うん、今回は、うん、どうかなじゃどうかなじゃないですか、厳しいな本当に確かに今回は厳しいかみたいな、でもダブル、でもダブルス勝ってるから、うん、ダブルスの勝ち、うん、でも2回戦、お兄ちゃんかーって言ったら勝つかしら、バチバチ勝ってる、ほんとなんか期待しちゃいますよね、しちゃうね、うん、また今回みたいに、まあ、錦織選手、大阪の選手、土井美咲選手、日本人の、選手もちょっと応援していきたいと思いますんで、うん、いや、テニス全体応援してますよ、いや、ほんと、まあ、日々の選手もね、あの西岡選手も、ダニエル選手も、杉田選手も頑張りました、みんな、ね、ありがとう、みんなもうジャパンも応援してますし、うん、テニスも応援してます、ね、うん、もっと盛り上がってほしい、皆さんも応援して盛り上げていきましょう、うん、じゃあ今回はこの辺で、はい、帰りましょう、じゃあ終わります、ほなさよなら。